はようございます。今日の全国の天気をお伝えします。まずは皆さんからいただいているウェザーリポートから見ていきます。青森県三沢市の方からはこちらのお写真をいただいています。上空は快晴、気温は 2.7 度で冷え込んだ朝ですということで、雲もなくてすっきり快晴ですね。ですが今日は朝冷え込んでいたようです。それでは続いて鹿児島県一菊市木野市の一菊市木野市の方からはこちらをいただいています。雨が降り出しているということで、現在ポツポツレベルの雨の報告をいただいています。すでに雨が降ってきているようですね。それでは全国の天気をアイコンでも見ていきましょう。全国の天気をお伝えします。今日、西日本東日本ではすっきりしない空となりそうです。特に太平洋側では一時的に雨が強まる恐れもありますので、お出かけの際は傘を持ってお出かけください。そして北海道では風が強まり髪が乱れる恐れもありますのでご注意ください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も元気にいってらっしゃい。